決めの型は、不意に攻撃を受けた場合、これに適応する有効な体さばきと技を習得させるために作られたもので、いどり8本と立ち合い12本の計20本から成り立っています。いどりは、両手取り、突っかけ、すり上げ、横打ち、後ろ取り、突っ込み、切り込み、横突き。立ち合いは、両手取り、袖取り、突っかけ、突き上げ、すり上げ、横打ち、蹴上げ、後ろ取り、突っ込み、切り込み、抜きかけ、切り下ろしの12本です。いずれもまず技術的に説明した後、最後に型として示します。まず、いどりです。両手取り。前から両手首を取られた時の応じ方です。受けを前へ崩し、右足先の裏で水月、溝落ちに当てます。ここではまだ左足先が立っていませんが、もっと早く立てるようにします。右手を握り返し、左手を外し、体を左に開き、左腕を腕固めに決めます。前から疲れた時の応じ方です。受けは右拳で水月を突いていきます。取りは体を右に開いて、相手を崩しながら右拳で両眼の間宇都に当て、受けの右手を引き出し、腹固めで決めます。もう一度見ましょう。決めの型では、拳の当て身は甲が下になった、いわゆる裏剣になります。すり上げ、前から顔をすり上げられた時の応じ方です。受けは右手のひらで額を斜め後ろへすり上げていきます。受けの右手を鳥が右手と左手で受け流す動作と水月への当て身とはほとんど同時です。体を右へ開いて、まま前へ引き落とし、前へ押し出し、左膝頭を右肘のくぼみに当てて関節を決めます。横打ち。斜め上から顔を打ってくる相手への応じ方です。受けは右拳の渦巻きで鳥の左かすみ、こめかみを打っていきます。鳥はこれをくぐって右に踏み込み、肩固めの形で右後ろへ押し倒し、右肘を押さえて右肘で水月に当てます。後ろ取り、
後ろから抱きつかれた時の応じ方です。受けは右足を踏み出しながら両腕で鳥の状態に組みつきます。鳥は両腕を押さえ、右足を両足の間へ滑り込ませ、左背負い投げの形で巻き込み、右手で体を抱え込み、左拳で股間に当てます。突っ込み、担当で正面から突っ込まれた時の応じ方です。受けは懐の担当を抜き、左足を踏み出して水月をついていきます。鳥は体を右へ開き、左手で払い流し、右拳でウトに当て、右手を腰に引きつけて腹固めで決めます。切り込み、小刀で正面から切り込まれた時の応じ方です。懐の担当を小刀に代用させ腰に刺します。受けは小刀を抜き、右足を踏み出して真っ向から切り込みます。鳥は両手でこの手首を受け流して握り、右斜め前へ引き出し、左脇に抱え込んで脇固めに決めます。横突き、担当で横から突っ込まれた時の応じ方です。受けは懐の担当を抜き、左足を踏み出しながら右脇腹をついていきます。鳥は体を180度右へ開いて、これを払い流しながら右拳でウトに当て、右腕を引き出して腹固めに決めます。これから立ち合いになります。両手取り、両手を取られた時の応じ方です。受けは右足を出しながら両手首を握ります。鳥は両手を開きながら右足先の裏で股間に当て、左腕を右脇に抱え込んで脇固めに決めます。右手の握り替えを見てください。袖取り、袖を取って連れて行かれる時の応じ方です。受けは鳥の左後方から左袖を取って押していきます。鳥は
右足を斜め前に踏み出して右前方へ崩しながら、左足で右膝を蹴り、右組みになって大外刈りで投げます。突っかけ、正面から宇藤を突かれた時の応じ方です。受けは左構えで左足から進み、左で突くと見せて右拳で宇藤を突いていきます。鳥は体を右に開き、右手でこの腕を下へ引き崩し、受けが立ち直ろうとするとき、右足左足と後方へ滑り込み、左足を引いて裸締めにします。あらかじめの両手の組み方を見てください。突き上げ、顎を突き上げられた時の応じ方です。受けは右足を進めながら顎を引き上げていきます。鳥は上体を反らしながら両手でこの手首を握って引き上げ、体を右へ開いて左脇固めで決めます。すり上げ、前から顔をすり上げられた時の応じ方です。受けは右足を進めながら右手のひらで額を斜め後方へすり上げていきます。鳥は上体を反らし、左前腕で受け流しながら右拳で水月に当て、左足右足と踏み込んで左浮き腰で投げます。左手の受け流しと当て身に注目してください。受け流す左手は手のひらを向こう側に向け、水月の当て身は拳の甲が下になります。決めの方の拳突きは全部この形です。横打ち、斜め上から顔を打たれた時の応じ方です。受けは右足を進めながら右拳の渦巻きで左霞を打っていきます。鳥は左足を踏み込んでこの拳をくぐり、右手で後方へ崩しながら、右足左足と移し、前頭部を後頭部に当てて左足を引き、送り襟締めで決めます。蹴上げ、前から蹴上げてきた時の応じ方です。受けは左足を進めながら右足先の裏で股間を蹴上げます。鳥は体を右に開き、左手でその足首をすくってかわし、右手を添えてその足を左へ開き、右足先の裏で股間を蹴り上げます。後ろ取り、後ろから抱きつかれた時の応じ方です。受けは右足を踏み出し、
両腕越しに抱きつきます。鳥は両腕を開きながら右背負い投げで投げ、右膝をつき右の手刀で鵜に当てます。突っ込み、担当で正面から突かれた時の応じ方です。受けは担当を抜き、左足を出し、水月をついていきます。鳥は体を右に開いて、これを払い流しながら、右拳で鵜に当て、右手を引き出して腹固めで決めます。切り込み、小刀で正面から切り込まれた時の応じ方です。受けは左腰の小刀を抜き、右足を踏み出し、真っ向から切り込みます。鳥は両手でこの手を受け流して握り、右斜め前へ引き出し、脇固めで決めます。抜きかけ、相手が大刀を抜こうとするとき、先手を取ってこれを制する仕方です。受けは右足を踏み出しながら大刀を抜こうとします。鳥は右足を踏み込み、右手で右手を押さえ、右足、左足、左足と移しながら、肩始めで決めます。切り下ろし、大刀で大上段から切り下ろしてくるのを身を捨てる気持ちで飛び込み、腹固めで決めます。受けと鳥の間合いの取り方、切り下ろしてくる時の飛び込み方、右手を腰に引きつけて腹固めに決めるところを注意してください。最後に決めの型として終始気合を充実させて演じるところを見てください。
Woo!